皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットウェスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2021年3月の6日に間もなくなろうとしています。日付では3月5日ですけど、6日土曜日ということで、まあ、恒例のまとめ記事ですね、月始めは2021年 3月から変わることということですね、お話をしていきたいと思うんですが、いつものようにですね、この動画は YouTube メンバーシップの方ですね、月額190円から学ぶことができますが、詳しくはこの動画の下のリンクの方からですね、申し込んでいただければと思うんですけど、の方のみですね、この先公開していきますので、興味ある方はですね、ぜひですね、 え、youtube のメンバーシップの方に、え、イリー l 会員ですね、の方に入っていただければ嬉しいなと思います。まあ、あの、ちなみにですね、今日のブログのですね、この変わることっていうのは、まあ、実際ですね、記事を見に行くとですね、えー、変わることっていう事実は見ることができますけど、まあ、実際にその事実に対して、まあ、どういうようなことを、 え、考えていったらいいか、どういうようなことが背景にあるか、みたいな話の解説がですね、この動画を見なければわからないので、まあ、事実だけ知りたいんであれば、あの、記事見てもらえば無料でね、全部見れますから、よかったらですね、参考にしてみてください。えー、ではですね、この先は YouTube メンバーシップの方にということでお話をしていきたいと思います。特に今回はですね、まあ、後でもね、あの、メンバーシップの方に話しますけど、Yahoo と LINE の系統合の話がですね、3月1日ありましたから、これかなり大きい話なので、その話 もですねしていきたいと思いますのでぜひですねよろしくお願いいたしますでは早速ですが行ってみたいと思いますこちらからご覧くださいではどうぞ